これ帰ってくるやろ、ここら辺やろ。ほらドンピシャリン。無敵を撃つやろ、撃ってからここやな。はい、オッケーオッケー。お前は逃がさねえんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー。はい、どうも皆さん、こんにちは。おしゃれちゃんです。今日はね、ジャブラー使っていきたいと思います。ま、緑ロジャーがね、修正入って、今、暴れ散らかしてると思うんですけども、ま、ね、ジャブラーも、今全然やれるからね、やっぱね、こいつ強えよ。こいつは強え。もう、どのキャラに対しても、やっぱね、全然いけちゃうと。ま、ルッチとか、シールドね、すぐ割られちゃうと思うんですけども、ま、でもね、ルーパスとか当てちゃえば、結構ワンパンできるイメージなんで、ま、序盤でね、防御力をカチカチにして、で、このスキルが防御力3勝になってるんで、それでま、火力がね、変動していくんですけど、もう、まあ、このスキルがやっぱ強いよね。もう全然緑ロジャーもワンパンできるし、まあ、ルッチもね、防御力さえ上げちゃえばワンパンできるし、だから、緑ロジャーだけがね、今一強のアタッカーじゃないんだぞっていうところをね、まあ、今日皆様にお見せできたらいいなと思います。どんどん防御力を上げてね、じゃんじゃんいろんなキャラを買っていきましょう。それでは、リーグの方に、レッツゴー。はい、攻めよろしくお願いします。俺がジャブ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 ラだ。はい、行きましょう。ということでね、はい、ジャブラ使っていくんですけども、お相手さんがね、緑牛と緑ロジャー、ホークもいるね、セラヒム。あ、まあまあまあ、ホークに関しては火をつけなければ、まあいけんじゃねえのっていう感じなんですけど、ちょっと待って、通信状況が悪くなってますわ、マジで。え、ちょっと握ってる握ってる。もうやばいか、もう、初手からだる。ちょ待って、もうほんとさ、この間のアップで入ってからマジ激おもなんだけど、俺、どうしようマジで。はい、まあ、出会い頭の十字眼からのルーパスボール。はい、これワンパンね。はいはい、オッケーオッケー。んで、どうしようかな。まあ、セラちゃんやりに行ってもいいけど、一旦ちょっとさ、旗を取らないことにはって感じやんね。誰どなた、あ、ホークね。オッケー、ちょっと待って。ホークはちょっと俺やりたいね。これで、火は溶ける。はい、オッケー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 。で、一旦引いて引いて、まあ、火、あシールド割られてたんだった。あー、ちょっと待って、落ち着けって。なあ、そのスキル。ちょ、待って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 。待ってよ、待って。わかんない、君のスキル、俺。セラちゃんが飛んでったね。え、これさ、でもさ、ルッチが今、握ってくれるでしょ。これ、帰ってくるやろ。ここら辺やろ。ほらドンピシャリン、ドンピシャリン、いえ、こちらこそありがとうございます。ホークやりにくそろそろね。はい、ドゥ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 、はい、オッケー、ルーパスワンパンですね。これ、はい、角切るルーパス。はい、どうもありがとうございました。んで、やっぱ、見て、俺の体力ゲージ。やばいんだけども。あ、それは、そんなもん、無理やん。ちょ、もう一回行きますね。ごめんなさい。さすがにね、ちょっと体力がね、やばかったね。まあ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 。でも、まあ仕事はね、結構してますよ。うん。まあ一旦ちょっとこのカイドウと戯れながらって感じで、防御力ちょっと上げさせてもらいたいね。はいはいはい。一旦じゃあ握ってみる。来いよ。はい、オッケー。で、十子をここら辺で、十子しといて。はいはいはい。で、これ、この人ね、回避もないんで、ルーパス、ドゥン、どこまでも追っかける。はい、ワンパン、アザス。まあ、ルーパスから逃れることはできません。意外といいよね、ルーパスってね。直線でさ、ションションションって飛んでくから。あれ、マジいいんだよな。ちょっと待ってな。これ、もう、だるいわ。もうシールドせっかくできたのに。もうちょっと待って、待って、一旦引こう。一旦引こう。回復不能とかもちょっと効いてないんで。あ、やれんじゃねそれ。ナイス、ナイス、ロジャー。ちょっと待って。あそこにロジャーの頭だけ見えるの超怖くない超怖くない、もう絶対カムサリ狙ってるよ、あんなな。あ、カムサリ来るで。あ、うん、うん。そうなんだよ。だから、ちょっと待って、一旦ルーパスでシールド、あ、じゃあ10シールドゥーってダウンさせといて。で、ちょっと待って、これさ、ルーパス即打ちで間に合うやろ。ねえ、なんで嘘やん。間に合わなかった。てか、ワンパンできんかった。マジ、ちょっと待って、もう時間ないんで、行きますね。もう、20秒くらいしかない。これは、待って、セラヒムを行かせない。あ、オッケー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 、行かせなかったんでね。はい、じゃあもうここさえ守れば勝ちなんで、一旦ちょっと敵撃たしてもろって。あ、いやいや、全然大丈夫、全然大丈夫。で、セラちゃんの蹴りを華麗にかわして。はい、もうこれ大丈夫やんね。はい、オッケー。最後ちょっとダサいけど。相変わらず最後はダサいんだけども、まあ、でも、ジャブラーの仕事としてはま、十分じゃないですかね。うん、結構いい感じにキルできたかなと思います。はい。じゃあね、次の試合もこの調子で頑張っていきましょう。仲間の皆さん、ありがとうございました。
いやー、よかったね、さっきのジャブラ。いや、でもさ、ちょっとね、やっぱ、カムサリ負けするね。さっきのね、ロジャー2体に対してのルーパスは、やっぱシールドが速攻で割られて、カムサリが通っちゃったって感じだもんね。いや、だから、あれをちょっと踏まえて、ちょっとこの試合立ち回ってみましょう。まあ、でもね、ロジャーがいないんで、結局。ロジャーがいないんで、まあ、ちょっとルッチとかはね、うん、見ていこうか。ちょっと待ってな。一旦、じゃあこのロジャーに、いいよ、握って。十四眼で、防御力上げさせてもろって。はい、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 はい。で、ルーパスで、オッケー、オッケー、で、通常で。ちょっとこのロジャーは落としたいな、通常で。よしよしよし、オッケー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 。で、はい、はい、今回避してた、回避してた、ドゥーですね。はい。じゃあ、ちょっと握りますか。ちょっと待ってねー。あ、ありがとう、ロジャーさん。あ、痛い痛い痛い、そう、さすがにね、さすがにね。うわ、シールド。まあ、シールドね、結構削られるよね、これね。通常を撃つ振りをして、ルーパスで、ですよね。まあ、行くと思った。あ、こっち来るかと思ったけど、ジャスの、ジュシルー。はい、オッケー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 。ルッチもね、この程度ですね。じゃ、これは抜き切れちゃう。一旦ね、ちょっと仲間のセラフィンさんの居場所をね、作ってあげないと。ちょっと待ってね。これは一旦ジャスの通常の、はい、オッケーツ。あ、ちゃ、こっちじゃない。こっちじゃないよ、こっちじゃないよ。一旦さ、ちょっと待って。一旦逃げるの巻き。で、ここでルーパス。はい、オッケーオッケーオッケー。んで、どうしようかな。ちょっと待ってな。これは、あのロジャーさんが無敵を撃つやろ。撃ってからここやな。はい、オッケーオッケー。いいね。はい。からのルーパスフォーン。あ、オッケー。危ねえ、奥のルッチに当たってくれた。よかった。で、ここ一旦取り切っちゃって、ちょっとルッチさんいけるか、それ。大丈夫かな。ちょっと一旦離れておいて。どうしようかな。ちょっと待って、一旦行ってあげたいけどな。行くか。よし、ジュッシー。はぁ、オッケー。ナイス。ありがとうございます。で、ちょっとブーストなんで行きますね、セラちゃんね。通常。あ、これ通常いける。通常。あ、通常。強すぎない。強すぎない。狼さん、強すぎるよね。これはカム。シャリ。あ、オッケー。はい。ルーパス。あ、いや。で、ちょっと待って、ちょ、もうさ、後ろからも、まあ、ちょ、一旦離れよ。で、水旗に、ちょっとルッチ君が旗握ってるんで、一旦ちょっとこっち行かしてもろって、先にちょっとゲッターを処理しといて、で、ちょっと向こうもやばそうだけど、こっちもやばそうだ。やばいな。こういう時、ちょっとほんと体がね、2、3個欲しいって思うよね。ちょっと待って。危ない。んで、ちょっと待って、このロジャーは一旦落としたいが、ちょっと待って、無敵打つやろ。はい。で、一旦10シガン打っといて、後半当たったね。で、ルーパス、あー、倒されちゃった。じゃ、ちょっと待って。一旦ルーパス打ちたいけど、ちょっと一旦待って。あのルフィ回避したから、これ角で当たる。いや、これ C だなぁ。C これ。いや、無理かなぁ。いや、無理か、ゴジャスの。いや、いける。あ、でももう秒数がね。いや、でも、ジャブラーの仕事としては十分すぎない、マジで。ね。結構十分な活躍だったかなぁとは思うけど、ちょっとまぁ試合には負けちゃったけどね。まぁ、アタッカーだからしょうがない、これはね。はい。ということで、ね、まぁ、切り替えて、次の試合頑張っていきましょう。仲間の皆さん、ありがとうございました。登録よろしくお願いいたします。それでは後半戦へレッツゴー。はい、ラストよろしくお願いします。ということでね、この試合は全集中ルーパスの呼吸で、頑張っていきましょう。もうめちゃめちゃキルしよう。全然キルしなかったらごめん。まあ、めちゃめちゃキルをする気でいけば、まあ、いけるんじゃねえのっていう話。はい、行きましょう。で、ルッチでしょ？まあ、カイドゥなのか。カイドゥはね、ちょっとね、通常の間合いがね、まあ、向こうの方が有利なんで、ちょっとやりにくいよね。で、あっち行ったか、ルッチ。オッケー、じゃあちょっと待って。これは、ミス、ジュシー。で、ちょっと待ってな。あ、それはもういいよ。シールドだけだからね。まあ、どうせね、笑われるんで、一旦これさ、握ってセラちゃんの居場所を作ってあげるのどう？一旦ね。うん。大丈夫、取れる。オッケー。セラちゃん、おいで。オッケー。3体もいるんだもんだって。さすがに居場所作ってあげないと。いや、これはしょうがない。うん。回復不能が本当にだりけど。
だりーけど、あ、ちょっとマジ勘弁、マジ勘弁、本当にやめて。ここで通信エラーはマジで本当シャレになんない。マジで。じゃ、一旦樹脂当てて、防御力をちょっとね、カチカチに、少しでもカチカチにね、させてもらって。んで、ちょっと待って、もうそろそろ降参で飛ぶでしょ。ですよね。ってことは、お前は逃がさねんだよ。あ、オッケーオッケーオッケー、はい、いやいやいや、あ、いやいさー、オッケー。んで、ちょっと待ってな、ニカちゃんね。ちょっと一旦スキル力溜まるまで待つね。一旦ね。うん。ちょっとさすがに、あ、ルッティッティ、ルッティッティ、これジャスの通常通常の、ズッシでドーン、ズッシって。ダッサジューシーあって、おー、どこの時代の人間なの俺。一旦ルーバスシールドは、オッケーです。んで、ちょっと待ってな。またカイドウカイドウ多くね。ちょっと待って。んじゃ、一旦じゃあ、あー、これ割られるやつだな。割られるやつだな。じゃ、ちょっと円を描いて。円を描いて逃げましょう。はい。円を描いて、ん、逃げたのであれば、あそこで乱脚構えてるということは二人そうですよね。今行きます。樹脂だどーん、オッケーです。ルパ、はぁ、ちょっと待ってくれよ。それはちょっと待って、さすがに逃げよう。ちょっと待って、やめて、ちょっと通信やら、やめて、ちょっと少しでも回復しよう、少しでも回復しよう。オッケー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 。じゃあねえ、なんで当たってんの。回復色ついてんねんけど、マジだるー。ちょっとこっちの応援行こうか。ちょっと待ってね。セラちゃんは俺がやってあげたいの巻きなんで、ジャスの樹脂でドーンしといて、はいはいはい。で、角キルワンパンルーパスで、ドーンやしといて、握っときます。握っとくんで、セラちゃん。そうですね。ハッチ行くの正解です。で、まあ、ここ抜いたら、もうすぐ向こう行きますね。まあ、セラちゃんだったら帰ってこれると思うんでね。ここにすぐ。で、ちょっとは、ちょっとはじゃねえや、ちょっとセラちゃんに任せーの。ここ行きます。オッケー、セラヒム行ってくれた。じゃあ、俺はここからの樹脂でドンしといて。オッケー、ブルーの落としたらマジでかいんで。ちょっと待って、これやばいかも。体力が。体力がやばい。ちょっと待って、ここ任せるわ。ちょっと、一陣や一陣。やばーやばー、乱脚だ乱脚だ。よし、乱脚で撃て撃て、よし、ナイス。絶対待って、通常で押すから。抜け抜け抜けるやろ抜けるやろ抜けるやんな。オッケー、ナイス。めっちゃ忙しかった、この試合。てか、あの体力からよく生きてたね、俺。ナイス耐久すぎん、マジで。はい、ということでね、今の環境でもジャブラー全然強かったでした。はい、皆さんもよかったらぜひ使ってみてください。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、バイバイ。じゃあな。